はようございます。おはようございます。吉尾ザグリーダムです。リキー翔平です。シーザーレシマンです。というわけで現在時刻は朝の4時半ということで早いですね。今日はですね、10月にパーティーをやると予定してます。大具テコキャンプ場でですね、ニューポジションっていうイベントをやってるんだよね。はいはい。そこの大具テコの管理人であるハル君がね、主催のイベントがあるんで、まあロケハンにしては最適なんじゃないかということでね、今日はそこ行ってちょっといろいろ見て遊んで、日帰りで、はい、日帰り帰ってこるじゃないかと。ただ片道3時間もかかるよな。日帰りで行く場所じゃねえ。ね、まあ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 、でもまあ楽しんでいこうよ、ね、ということで行ってみようぜ。俺使う。うめえか。美味しいですね。バカラ美味しいよね。3時間、はい、混んでなければ3時間って感じ。3時間でした。3時間だったね、はい、ねえという感じで、なかなかいいドライブでしたね。というわけで行ってみようか、はい、行きましょう。レッツゴー。さあニューポジションつきまして、ハル君おはよう、はい、おはようございます。この天気でパーティーやらせていただきますので、皆さんしっかり遊んでってください。楽しんでいくぜ。イエーイ。というわけでね、着きましたけど、もう DJ も始まってまして、ね、チルな感じでいいね。いい感じだね、雰囲気がすごくいい。やっぱさ、音楽があるといいよね、うんうん、というわけでね、僕らもう朝からハイボールをいただいてます。最高です。東京じゃないから最高っすね、マジで。いやー、10月分多分似たような気候だから、うん、そうだね、かなりいいと思うんでね、ぜひちょっと他にも映像とか写真とか撮っておくんで、雰囲気見てみてください。チェイス。何気ない速度で、わざとラッシー星空。